でどうだったのジャンボさんの付き人は。ちょうど近くにいるみたいな、そういう感覚でしたね。会場着いたら手術とか持ってたんで、その通さんの席は作ってそう僕らが勝手に作れって教わったんで、その手術とかカバン広げて腰もそうを置いといて控えする、はい、で僕らも先に入ってるん で試合終わるって鶴田さんの部屋行って洗濯物取って取りに行って その時にあのシャワー取ってすぐ下来いで、その時食事一緒にごちそうになって、で帰ってきてそのまま僕らが洗濯行